こんばんは。4月11日火曜日の乃木曜日を担当する柿原かです。 柿原かです。こんばんは。今日皆さんは何をしてましたか？私は久しぶりですね、乃木曜日多分。こんばんは。 こんばんは。何してた？今日は火曜日かね。4月なのでね、新生活というかいろいろ新学期とかね、始まってるんだろうな。 ねえ、大変だと思うんですけど、お疲れ様です、皆さん。 やっほーって。 仕事疲れた。お疲れ様、お疲れ様です。ねえ、大学お疲れ様です。 偉いね。皆さん偉い。皆さん偉い。偉い偉い。私は何してたんだろうな、今日。私って何してましたか？私は、でもいろいろしてたんですけど、絵とか描いたりしてました、今日。その描いた絵をね、さっきまやたんに送りつけましたね。まやたんに送りました。返信は見てませんが。書いた絵をまえたんに送った今日でした。ね、あ、じゃあまずは麦帯選手権をやりましょうかね、そろそろ。 今週の競技はハイスピード足し算らしいですね。くじボックスから紙を1枚引いて、そこに書かれている5つの数字の足し算をして答えを紙に書いて発表するまでのタイムを競います。市の中で最も早く足し算ができた人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。もし答えが違っていたら失格です。はい、らしいです。昨日のね、菅原さつきさん 不正解って書いてありますからね。 ちょっとそうはならないように頑張りたいですね。よしよし、いきますね。じゃあ引きます。よーいよーい、スタート。はい、45987、99151818たす15は、18たす15は30、18たす15は33。 お、合ってる。あ、1963、19秒。 19秒か。これってどうなの、遅いか。 19秒でいいんですよね。ここまで書く。あ、19点、あ、秒。 19秒、柿原か。いやー、遅いか。でも私ちっちゃい時から車のナンバーとかよく足し算してたんですけどね、ちょっと5個になると難しかったな。 まあ、よし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 、今のところ優勝。 今のところはね。まあこれからどんな資格が来るのか楽しみですね。やった、正解した。ふう、正解しただけでよかった。欲しいな、豪華なプレゼント。 プレゼント欲しいな。ちょっと楽しみにしてよ。 じゃあちょっと近況報告をしたいと思います。32枚目シングル「人は夢を二度見る」が発売中です。ジャケットものね、私はなんだっけな、タイプ何だっけな。 B か、いるのは。そうです、タイプ B。 この間その話しました。 ね、発売中ですのでね、ぜひよろしくお願いします。あと乃木坂46の公式書籍「
10年の歩き方も発売中です。そしてね、今日はね、11日火曜日なんですけど、32枚目シングルの「アンダーライブ」が名古屋公演、あ、じゃあ愛知公演か、名古屋のねセンチュリーホールでやってるんですよ。頑張って、エールを送っとこう、ここから頑張って頑張って。そっちもね、ぜひ見てください。皆さん、明日もあるので、今日と明日、ぜひね、皆さん、みんなかっこいいからな、本当に頑張れ。 応援してます、ここから。ね、もう東京公演も大阪公演も終えてね、今日愛知ってまた東京に戻ってくるのか、すごい多忙だ。いろんなところを回ってて、見たよっていう方もいらっしゃる、ありがとうございます。 であとは4月26日水曜日にソニーミュージックショップ限定発売で、松村沙友理さんと生田絵梨花さんの卒業コンサートのブルーレイ &DVD が発売されるみたいです。いや、泣けるね、お二人の卒業コンサート、今でももう鮮明に覚えてますもん。なんか楽しかったし、その寂しさもあったしみたいなね、泣いたなーって ね、予約したよ、ありがとうございますね、予約しましょう、ぜひ。あとは5月17日と18日にね、齋藤飛鳥さんの卒業コンサートが東京ドームで行われます。こちらもね、もうそんな時期かって感じで、時期かっていうか、もう5月か、早いなって思うし、卒業コンサートかとも思うしね、だからこそ頑張りたいですよね。ね、あ、そう、あとは乃木坂配信中もねありますよ。私一人のやつだと、その始球式投球に密着っていう動画が出てますね。はい、投げさせていただきました。めちゃめちゃ緊張しました、あれは。でも、なんだろうな、すっごく会場の皆さんが温かくてね、安心できましたし、いっぱい練習したので、家族と一緒に投げる練習、ナイスピッチング、ありがとうございます。そう、ちょうど8分の動画でね、8に愛された私としてはちょっと嬉しいですね。愛を感じました。ノーバンで届きました。そうね、もう終わった瞬間にね、しおりちゃんがね連絡くれて よかったよーって言ってくれましたね、しおりちゃん。ゆなちゃんもね、よかったよーって言ってくれて嬉しかったです。あとはそうね、乃木坂工事中の最新話も公開されましたね。ドイツの料理がいいでしょうです。 公開中です、皆さん見に行ってください。 すぐに見に行ってください。春巻きね、春巻きも作りましたし、グラタンも作りました。卵焼きはできますよ、卵焼き。卵焼きは得意です。でも昨日もね、作ったんですよね、料理、家で。なんか大根のそぼろ煮を家で作りました。レシピを見れば作れるんですよ、レシピを見れば。そう、でもないとね、何が入ってるか分かんないから ね、ちょっと難しいかもしれない。チャーハンもね、できるよ。チャーハンも、美味しいチャーハンの作り方知ってるし、チャーハンも作れます。あとオムライスも作れます。オムライスは作れます。まあ、次こそはいけるか。まあ、次こそは、
いけるんじゃないですかね。もう見たし、一回作り方。そう、作れる作れる。でもみんなそんなもんじゃないか。 レシピや見ないと作れなくないですか。記憶がないからな。ハンバーグも作れますよ、一回作ったら作れる。でも中学生の時にハンバーグ作って、家庭科の授業で、その時は私が役係だったんですけど、油入れすぎて 油まみれのフライパンにハンバーグ入れたら、先生に「何してんの、ハンバーグ揚げてるんじゃないよ」って言われて怒られました。揚げてるつもりはないんですけどって言ったんですけど、まあでも美味しいよって言ってくれたので、パンじゃない、ハンのね、みんなは。だからその経験があるので、ハンバーグは作れます。そう、一回怒られればね 作れます。またなんかやりたいですよね、なんか挑戦したいですね。はい、教えてもらおう、誰かに、セイラとかなおちゃんとかに、と思います。そして乃木動画ではね、私そのインテリアショップで買い物しようっていう、乃木坂遊ぶだけで、その奈緒ちゃんとやんちゃんとゆなと私の4人でインテリアを買いに来ました。そこでね、いろいろ買ったお箸とサボテンとか買ったりとかとか、みんなのお家のお話をしたりとか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 しました。はい。ちょっと前にね、私はゆなちゃんのお家にもちょっと行ったりしたので、いろんなお家に行ってます。 そんな感じですかね、近況報告は。はい、なんか乃木曜日久しぶりすぎて、なんか分かんなくなってきちゃった。どんな具合だったっけ、こんな感じでいいのかな、かな、そんな感じです。はい、どうしよう、じゃあなんか何でもないです。 はい、あ、そうね、そう、音楽番組もね、出させていただきまして、いろいろ本当に「ミュージックステーション」2時間スペシャルとか、「歌コン」とか、「カウントダウン TV」とか、「ライブライブ」さんとかね、衣装も可愛らしいですよね。新曲のその白い新しいドレスみたいな衣装、あの可愛らしくて、みんなお姫様みたいで大好きなんですよね。そう、とか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 、そう、さくちゃんとね、手つないで バレた、バレちゃったらしょうがない、これはさくちゃんとバレるまでできるかチャレンジしてた。 そう、あの一番最初始まる時に、こうさくちゃんと手をね、クロスさせて始まるんですよ、人は夢を二度見るのダンスは。で、そう、最初はクロスさせてただけなんですけど、これ手つない、なんでだったか分かんないですけど、手つないじゃって あ、間違った、手つないじゃった、間違ったってなって、じゃあさりげなくつないでみようこれからって言ってつなぎ始めました。どこからかバレてた、バレてたわ。 林緊張してたよ、めっちゃ。いやでもね、そう、林ね、かっこよかった、来てくれてね、なんか「M ステ」って私も今でもめっちゃ緊張する、なんか分かんないけどめっちゃ緊張するんですよ。その中でセンターを務めてたのが本当に何かっこいいなって思ったし、私は私に何ができるかなって思って考えたけど、分かんなくて、とりあえず林の隣だったからずっと林にピトってくっついてました。 横でこう林にスススサッニコって ね、緊張ほぐれてたらいいなって思ったけど、そう、横にピトってくっついてニコってしてました、林の隣で。かっこよかったね。そう。
そう、嬉しいと思うよ。嬉しいかな。嬉しかったらいいな。あ、セーラと、あ、そう、セーラとマエタンと大阪旅行も結構前、結構前です。これは結構前だけど楽しかったですよ。はい。これもね、そう、いろんなとこ行きました。なんか言ってないなと思ったんだけど、なんだっけな。何言うっけな。 忘れちゃった。でも楽しかったんですよね。ヒラパーはね、行けなかったんですよね。ヒラパー行こうよって言ったら、ヒラパーか。 ヒラパーはまた今度行こうねって言われて、ちょっと多分遠かったからかなって思ったけどね。そうなんですよ。あ、そんなね。 大阪は、あ、でもたこ焼き食べたぐらいかな。たこ焼きかな、美味しかった。そう、いおちゃんとのご飯、いう、そう、まおちゃんともご飯一緒に行きましたね。行かせていただきました。初めて後輩のこと行きましたね、ご飯に。そうでね、そこでまあご飯食べに行って帰る時にね、なんか席の券を持って、カード持って機械まで行ってピッてやってお金払って出るみたいなので、まあピッてやってお金払って出たんですけど、でそのまま一緒に真央ちゃんとお仕事行こうって言って車乗って、でタクシーに乗って、よし行こうって思ってパッて手元見たら、そのカード持ってて、私が 戻さなきゃいけないやつ持ってて、あ、戻すの忘れたーって言ったら、まおちゃんが「私戻してきます、行ってきます、かきさん待っててください」って言って、あ、なんてかっこいい後輩なんだって思って、 あ、かっこいいくさ、何、かっこよく先輩になる作戦果たせなかったなーって なっちゃいましたね。ちょっとそこでさっそうとね、なんか全然いいよ、気にしないでみたいな風にできたらよかったんですけど、しくじりました。 次こそはね、もうちょっとなんかゆっくり行きたいですね、みんなと。そうね、でも楽しかったし、いろんなお話もできたし、楽しかった日でしたね。はい。そう、次誰と行こうかな、誰と行こうかな。でもその日もね、ゆきちゃんが誘ってくれたから、え、いいの私で、じゃあ行こうって言ったのでね、自分から誘えるように頑張ります。 頑張りたいと思います。あー、いっぱい、なぎちゃんね、にゃぎを連れて猫カフェとか行きたいな。 にゃぎと猫のコラボレーションを見に行くだけ とかかな、いいよね。ね。サクタンもね、サクタンも喋りましたよ。なんか始球式すごかったですって言ってくれました、サクタン。はい。ね。あ、そうだ、宿題やらなきゃ、忘れてた。そう、前回の配信メンバーが菅原さつきちゃんでして、宿題が「1週間お休みがあったら何をしますか？さつきより」みたいです。1週間お休みがあったら何をしますか？何をするかね。まあでも1週間、はいどうぞ1週間お休みですって言われたら、まあとりあえずでも旅行行きたいですよね、どっか。なんか北海道とか、何、沖縄とか九州とか四国とかもそうなんですけど、乃木坂に入ってから初めて行ったので、その、何、観光とかで行ったことなくて、だから
そういうところも行きたいし、ね、海外とかも行ってみたいですよね。行ったことないとこばっかりだからかな。それからなんかご飯行くとかね 誘って「行きませんか?」って言って、行きませんか皆さんって言って行くとかかなってなるよね。もしくはもうどこも行かずに家で引きこもって絵描いてたりとかアニメ見たりとかするかな。どっちかかな。そう、1週間っていいですよね。そんなだけあったら何でもできちゃうよって感じです。はい。アニメ見てそう。うん、絶対見ると思う。この1週間もあったら。ね。ですかね。はい。で、次のメンバーへのね、宿題も考えなきゃいけないんですけど、明日はですね、誰だと思いますか?皆さん。誰だ? こんな感じの。これ顔はね これ。わかったかな?でもちょっといる。いるいる。ああ、難しいか。難しいか。そう。あんまりちゃんと知らないんだよな、これ。はい。ちょっとずつ正解はいるんですが、正解は、川崎さくらちゃんです。バイバイのところの前しましたよ。そんなさくらちゃんに宿題何がいいかな。何がいいかな。サクタンさん そう、シュワシュワシュワ。何がいいかな。何が、モノマネ、モノマネ?イナバウアー、ここで? できそうだけどね。イナバウアーってあれですよね。足開いてこう滑るやつですもんね。トリプルアクセルしてもらう、ここで。できそうだけどね。うん、できそう。何でもできそう。川崎さくらちゃん。好きなコント。指パッチンできんのかな。宿題で指パッチンしてくださいってあんまないよね あ、早口言葉確かにできるイメージないかも。口笛。口笛か。あ、確かに口笛吹けますか?でも夜って口笛吹いちゃダメ? そんなシュワシュワしてください。あ、じゃあ、確かに私さくらちゃんのね、絵好きだから、似顔絵描いてくださいっていうのダメかな。私の似顔絵描いて欲しいから、それにしちゃおうかな。さくらちゃんの絵って可愛いよね。目がさ、キラキラしてて、私な、個人的にめっちゃ好きなんだよね。よし、似顔絵を描いてもらうことにします。 はい、嬉しいね。よし、頼んだ 頼んだ。
可愛く描いてもらえるようにちょっと整えとこ チャオになるよ。だよね、チャオっぽい。私もああいう時期ありましたもん。うん。さくらちゃんみたいな画風の時期ありましたよ。そう。いつって言ったらあれだけど。うん。だから懐かしいなっていう気持ちで見ちゃうんですよね。ああ、可愛らしい、懐かしいなーって。そう。うん、幼稚園の頃なんですけど そう、幼稚園の頃はね、そう、あんな感じの目に髪の毛くるくるじゃないのにくるくるの髪の毛描いてリボンいっぱいつけて、絶対自画像じゃないだろうっていう自画像を描いてました、幼稚園の頃は。懐かしいな。うん、今でもその絵は実家にあるんですけど 懐かしいです。え 両耳かけてっていうコメントがある。かけるか。よし ねえ、そんな感じで宿題は決まりましたね。よしよし。うん。素敵。ぬいぐるみ抱えてください。ぬいぐるみがないので、じゃあクッションを抱えます。スクショタイム？スクショタイム？なんだろうね。あ、ネックレス素敵って、ありがとうございます。いつもつけないんですけど、つけてみました。あのね、ゆなちゃんがいっぱいつけてるんですよ、アクセサリーをいつも。だから私もつけてみようって思って、最近 つけてます。そう、目が赤いよ。赤い？私いつも赤いんですよね、目は。多分まばたきの回数が少ないのかな。そう、いつもね、目が赤くなっちゃう。ドライアイだから赤くなっちゃうんです クラピカやん。いや、多分クラピカはね、黒目のところが赤くなってるからね。私は白目のところが赤くなってるからね。ちょっと違うんですよね。黒目が赤くなればよかったんですけどね。エンペラータイムにね、突入できるから。黒目が赤くなればいいんですけどね 悔しいな。悔しいな。これが人間の限界か。悲しいな。体調気をつけてね。ありがとう。皆さんも気をつけてくださいね、今。ね、季節の変わり目ってなかなか難しいと思うのでね。そう。そんな感じですかね、今日。ありがとうございました、今日も。お久しぶりの私の農業日だったんですけど。ね、アンダーライブも今日明日ありますので、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。終わりか。ね。やっぱ意外と早いね。早かったですね。うん。こちらこそありがとうございました。お疲れ様。ゆっくり寝てください、皆さん。はい。ということで、次回の農業日の配信時間は決まり次第、ショールームの公式ツイッターでお知らせします。ということで、今日のお相手は柿はるかでした。ありがとうございました。バイバイ。またね。ゆっくりお風呂に入って寝てね。